ボートレース若松の公開勝利者インタビュー、11レースを制した田村貴信選手です。どうぞ。はい、お疲れ様です。はい、どうぞお帰りください。はい、あ、かっこいいって声がね、いただきまして、はい、こちら特製のステンレスタンブラーです。はい、ありがとうございます。どうぞお使いください。今日2走をしましたが、はい、改めて、まあ、あの時間帯が全く違いますけども、そうですね、はい、なんかこう違いを感じましたか？まあ、前半レースはちょっと回りすぎてたかなと、あは、まあ、あのマッチングがしてなかったかなと思いましたけど、はいはい、後半はしっかり、はい、良かったと思います。合わせられた、はいはい、レースを振り返っていきましょう。進入口から1、2、3、4、5、6です。強い追い風の中のスタートになります。はい、はい、どうですかこのスタートの感じは？ゼロ台かなと思ってちょっと落としちゃったんですけどね。はあ、ははあ、はい、まあ、実際ね、いいスタートで1バック先に取っていきます。そうですね、まあちょっとびっくりするぐらい落としてしまったんですけどねでもそうは見えませんね。そうですね、これぐらいでいいかもしれないですね。ああ、はい、なるほど。調整面はつまりいい調整ができたということですね。はい、で改めて調整終わってみて、はい、フランス的なバランスはどうですか？バランスはちょっと安定版と取れてみないとわからないんですけど、全体的に半月前に乗ったエンジンよりは格段にいいと思います半月前のやつよりはね。この間、はい、この間走らせてもらったんですけど、はい、その時はよりもう格段にいいですね。あ、そうでした。はい、ナルトのに比べると、そうですね、仕上がり的にはよく似た感じじゃないかなと思うんですけど、はいはい、ということはこういわゆる加速っていうかそういったところは今日は確認できた？まあ安定板が外れてほしいんですけど、うん、はい、なるほどね、はい、まあ、その上でまた改めてね確認ということになるでしょう。はい、今日はね後半カードで1着取りました。たくさんの皆様がね応援をしてくれております。はい、ファンの皆様に一言お願いします。明日からも頑張ります。お願いします。準決勝を制しました。田村貴信選手でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。